今にも雨が降りそうな空模様です。今日は短めの手竿とミミズ餌を使って、この辺りの目ぼしい釣り場を釣り歩いてみようと思います。上流の岸辺で浚渫している関係で若干の濁りが入ってますね。お、なんか当たりが出ました。それ合わせ。お、釣れた。あ、なんだ、ハスかな。あ、バスだ。小バスです。よいしょ。あ、ちょっと痩せてるけどね。チビバスです。はい、20センチそこそこのバスをゲットしました。あ、失礼ました。結構いい引きだ。よし、お、いいぞ。よしよし。まあまあの大きさです。よし、下まで降りてきましたよ、ね、よし、いいよ。ほら、あ、まあまあ大きいぞこれ。よし、玉入れてきました。これはね、40近いな。ジャスト40ですかね。ジャスト40っていうとこのバスが釣れました。はい、21センチと40センチのブラックバスが釣れました。それで今回釣れたバスはあまり釣られていないですね。こう口の周りが結構綺麗です。ブラックバスって40センチを超えたあたりから、あの海の魚の磯墨にあるような磯臭さっていうんですかね、ああいう独特の臭みが際立ってきますよね。それでは今回はこの40センチのバスを燻製にしてみようと思います。それではまず鱗を落として三枚に下ろして皮を引いて柵取りまでを行います。はい、このようにお腹の中がきれいになりました。そうしたらですね、このバスの臭いとこを説明しますけどね、お腹のところにこうブリブリっとね、この三角形になんかこう稜線状にこう油がついてるんですね。これ油なんですよ、白いこの乳白色のね、両側についてますけど、これあの浮き袋の付け根の油ですね。これがね、臭いんですよ。ですからね、これはね、取り去らないとまずいです。今回はあばら骨を引いてしまうのでね、その時一緒に取り去ってしまいます。それとこのぐらいの大きさのバスですと、こう皮の下についている油も臭いのでね、皮も引いた方がいいです。
これでね、このようにあばら骨と一緒にこの臭い油もね、拭き取ってしまいます。これで油はなくなりました。これで皮が拭き取れました。はい、これで柵取りが完了しました。これでね、もう臭い油も皮もついていません。骨もありません。この状態であとはいろいろな料理に応用できるわけですね。まあ刺身にしたい人はこのまま刺身にして食えばいいわけです。今回はね、これを燻製にしますので、まずはですね、干物作りの時と同じように海水程度、おおむね 3% の塩水を用意します。そして先ほど柵取りしたバスの身を1時間から2時間程度つけておきます。はい、だいたいこんな感じで2時間つけました。そうしたらですね、キッチンペーパーなどで拭いて、これの水気をよーく取り去ります。はい、こんな感じですかね。それで燻製作りにはこれを使います。これはホームセンターとかで売ってる燻製作り機で、商品名をイブスくんと言います。まあ私なりにね、いろいろ改良を加えて使っています。この中の筒にスモークチップを入れます。それで今回使うスモークチップはこのスモークウッドというですね、ホームセンターで買ってきたやつ、これリンゴですね。それでスモークウッドは簡単に手で砕けますので、今回はこのぐらいの量を使います。これはハーブを収穫した後のローズマリーの枝、こんなものを加えてみようと思います。それで今回魚はこのように網に乗せて、燻製作り機にこのようにセットします。私の家は集合住宅である関係から、燻製作りはベランダで行います。この前もね、燻製作ってたらね、隣に住んでる世帯の子供がね、まあまあどっかの家が火事だよなんてね、言う声が聞こえたからね、やばいんだよこれがね。とにかく燻製作りは夜中に隠密で行う必要があります。はい、できました。それでは早速食ってみましょう。結構うまそうにできてますよ、見た目はね。こちら側が背の方の身です。そしてこちら側は腹の方の身です。腹の方の身にはちょっと脂が浮いてますね。ではまず背の方の身から食ってみましょう。これね、結構ほら、中までね、今回はね、こう加熱されちゃってるんですよね。ちょっとね、スモークチップが多かったかもしれないですね。今回使ったスモークチップの半分ぐらいで良かったのかもしれません。ではね、食ってみましょう。うん、これはね、美味しい。鶏のささみをちょっとこう柔らかくしたようなね、鶏のささみの燻製をね。香りもいいですね。リンゴのチップとローズマリーの微妙なハーモニーっていうんでしょうかね。では今度はね、こっちの油が浮いているこのね、腹側をいってみましょう。こっちね。うん、まあこっちもね、美味しい。背側とあまり変わらないですね、味はね。油は浮いてたけど、臭みは全くないです。これはね、いい酒の魚になりますね。これ最高です。比較的大きなバスもこのように燻製にすれば美味しく食べられるんですね。